全膜製材、モキスペレット製造販売、住宅の気密測定、群馬県産材を始めていたします。木材販売の福島商店です。急に天気変わりまして、晴れの予報から一変してですね、何日か曇りがち、そして、3日後あたりには雨が降り出すような予定にですね、変わっています。目がまぐるしくですね、変わる天気に、ちょっとですね、体の方がだんだんついていかなくなってですね、体調を壊さないように皆さん気をつけていただきたいと思います。まあ、こうなってきますと、朝晩の寒暖差が大きくなって、いよいよですね、ストーブというふうにですね、一気に加速していくのかなというふうに感じています。特にペレット燃料のお問い合わせ、今度急増しておりまして、パッケージ、そして生産とですね、にわかに慌ただしくなっておりますが、皆様にご迷惑かけないようにですね、しっかりと準備をしていきたいと思いますので、今年もよろしくお願いいたします。電波製材のこと、木質ペレットのこと、住宅の気密測定、VOC 測定、群馬県産材を始めていたします。木材販売に関することで何かございましたら、福島商店までお問い合わせ